皆さんこんにちは、レッツトヨタ静浜の沼田です。皆さんこんにちは、レッツトヨタ静浜南阿部店工場長の森です。本日の動画なんですけれども、ボディーコーティングの施工の様子をお届けしたいと思います。ボディーコーティングってよく耳にすると思うんですが、工場長、実際にボディーコーティングってどういった内容でやるのかとか、あとどういった効果があるのかとか、私知らないんですけど、どんな感じになりますか？はい、ありがとうございます。今回紹介させてもらうものはリフレッシュ施工と呼ばれるものでして、はい、皆さんお車を毎日こうお使いいただいていると、どうしてもボディにシミだとか、うん、細かい傷だとかが入ってきてしまうと思うんですけど、今回はそういったシミなんかをできる限り除去をして、線傷も磨き上げて綺麗になった上にコーティングを施す、そういったものになります。じゃあ今日はその様子を静浜初公開で全部お届けしてくれるような感じなんですか？はい、もちろんです。ありがとうございます。それでは早速施工の様子を VTR でお届けしたいと思います。それでは VTR どうぞ。汚れを滑り落とす滑落性、水を滑り落とす流水性、2つの特性を掛け合わせることでボディについた汚れや水滴を残らず滑り落とす。その力の名は滑力。最新の技術革新によって生まれた3層のガラス質皮膜がそれぞれの特性を発揮、さらに化学結合とアンカー効果によって絡み合い強固に密着。汚れを防ぐ優れた効果と圧倒的な耐久性を実現し、メーカーテストにおいても極めて高い性能を確認しています。ボディーコーティングの進化はさらに加速する。 CPC プレミアムコーティング XGN。 はい、まず最初の工程がね、今始まりましたけども、堀場さん、今これは何をやってるんでしょうか？そうですね、先にまずしっかり洗車をした後に、ちょっとまた時間空いてしまったので、ホコリをクロスで拭き取っております。拭き取った後はトラット粘土というものを使って鉄粉というものを取っています。よく電車の線路の近くとかにお車止められるときってこういった鉄粉がつきやすいです。黒い車だと分かりにくいんですけど、白い車なんかつくと茶色い点々がずっとついちゃって、あとは手触りもですね、ザラザラになるので、ちょっとそれをまず除去していく工程ですね。はい、お願いします。今鉄粉をしっかり除去し終えたので、次はいざこの塗装についている水垢のような鱗状のシミですね、こちらを除去する工程に移りたいと思います。雪の降る地域にお住まいだったということで、結構融雪剤なんかはこういった雨染みの原因になりやすいということですね。ポリッシャーという道具を使います。ウールになっているバフというものなんですけど、こちらにコンパウンドをつけてしっかりと磨いていく工程になります。いかがでしょうか？先ほどまであったシミがだいぶなくなってツヤが出てきましたね。今ウールバフという粗いバフで磨いたので、よく見るとバフ目が残っている状況です。そしてこれからはその磨き目を消していく表面仕上げという作業に移っていくので、またちょっとバフだけ変えて、あとコンパウンドも2種類使って磨いていきます。
はい、じゃあ下地処理が終わったようです。これから、そうですね、さん、これから脱脂をして、はい、コーティングを塗り込んでいく作業に入ります。はい、はい、じゃあお願いします。はい、近くの方はぜひ南阿部店までお問い合わせください。お願いします。お待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。